カルマさんこんにちは、アクタルブログです。あずみです。ということで、今日は、はい、筋トレ編。今日はちょっとアブローラーで腰が痛いとか、その足が痛いっていうね、方が多いと思うんで、そういうのをなくしたフォームをちょっと参考になればいいなと思って。なるほど、はい、僕も結構自分の動画でアブローラーの解説っていうのは出してきてて、なんか腕に効いちゃうとか、腰が痛くなっちゃうっていう方結構多いから、それにフォーカスした動画っていうのを上げてきてるんですけど、さっきなんか足に効いてる人が多いっておっしゃってたんで、腸腰筋とか、股関節をまたぐ筋肉がやっぱり効いちゃうんですよね。ここですよね。そう、え、本当アブローラーってどこを狙いたいんですか？アブだから。腹筋以外は効かない方がいいね。腸腰筋はダメ。サイローラーとかだとさ、直筋とかだけど、アブローラーっていう名称がついてる限り、はい、テストプレスみたいなもんだから。そういうことですよね。じゃあもう本当にここだけに効くためにどうやってやったらいいかということですね。なるべくね、そこに効かせるためにはどういう姿勢作りが大事なのかっていう感じ。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします、はい、まずアブローラーの基礎は自分はプランクの姿勢だと思ってて、まずちょっとプランクをやってみて、はい、いいですか？プランクといえば、まあ、皆さんも大好きなね、こういう、そう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 。で、今ここに力入ってるよね。そうです、ね、ここにも入ってるよね、はい、アブローラーって基本ここにこことここ力入っちゃってる。で、ここの力抜いてここだけ出力を上げたいってなったらどういうふうにやるかっていうと、ここでプランクやってみてください。ここのお尻を肩に対して股関節を水平の位置まで上げる。そうするとここ今力いるんだろう。こういうことですか？もうちょい下に、ね、ここで膝ちょっと曲げてみて、そうするとここの力いるんでここだけ来たでしょ、はい、これが要はまず基本としてお腹に力が入る姿勢作りのポイントです。こういうこのぐらいってことですよね。そう、こうするとここの力は抜けてここに入ってるでしょ、はい。まあ、簡単に言うとプランクって完全に水平になっちゃうわけ。足の骨格を支えてるのがこの角度だと、手をついた状態だと大腿直筋とか腸腰筋なの、はい、これをこう立てることによってあんまり支えなくてよくなる。そうですよね。で、こっちは水平のままじゃん、はい、だから腹筋は直筋だけど足が楽になる状態になります。なんでプランクでまず姿勢を作るときに足にも効いちゃってる人多いと思うんで、こういうところに肘を置いてお尻というか股関節を肩の高さまでこうやって上げてあげれば、要はお腹だけに効いて足には効かない姿勢が作れる。これをアブローラに応用すると同じようなことができる。これちなみにでもお尻を上げることによってその負荷的には一緒なんです。腹筋にかかってる負荷って、腹筋にかかってる負荷は一緒になります。結局腹筋っていうのは股関節から肩関節の水平の方を見るんで、はい、ここから先は足なんですよ。だから足が弱くなったからといってここが水平である限りはここは一緒です。だからなんだ、腹筋はそのままきついんだけど足だけ楽になった感じですね。とりあえずこれが基本の姿勢っていうことですよね。そう、これをアブローラーに応用するとどういう風にやったらいいのか。まあちょっと僕もまだ想像できないですけどちょっと待って、ね、立ち転ぶ前に、はい、ああちょっと数年前 のサイヤマングレートの動画を思い出すんですけど、これアブローラーをプランクを基礎としてるんで、はい、ここでまずプランクを作ってください。この状態 でアブローラーっていうのは手を転がすんじゃなくて実は肘が重要なんですね。まあちょっとこれ足も効いちゃう角度なんだけど、はい、このまま肘をスリスリしてもらいます。遠くで遠くで、はい、これがまず立ち転をやるための練習にすごくいいです。ここからで、おでこに、まおでこに手つける。おでこに、そうと肘は曲がってなきゃいけない。こういうことです。ここはいいってことですか？そう、つけちゃって、で、スリ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 。あ、これきっとこれがアブローラーなんですよ、実は。じゃあ膝転もできない人ってこれ膝ついてやる全然ありです、ね、練習になるんですか、はい、ただ膝転だともうプランクの基礎がなくなっちゃってるんでまた違う種目になっちゃうんですよね。あ、プランクを基礎とした持ってき方なんで僕の場合だから、プランクができる人だったら次これですね。じゃあこれができたら次第3ステップと。第3ステップなんか新しいのどういう、まあこれでもアブローラーと、これローラーがあの横にあるだけでこれ縦についてれば普通のアブローラー、はい、これ手をつく位置は一緒なんですね。なるほど。で、今これを基礎としてるじゃないですか、はい、最初プランクで、これプランクスリスリで、ここに行ったのが肘を曲げてほしかったっていう話なんですけど、はい、これをこれで応用してもらいたい。確かに立ち頃で、はい、もう肘を曲げてってほしかった。もうついちゃっていいです、床にペタって。ついたらすぐ戻すっていうね。見た感じすげえ三頭筋が効いてる。そうなんだ。これね、三頭筋効いちゃうんだけど、はい、腹筋への刺激も強くなります。ついたら戻す、ついたら戻す、はい、これが、立ち頃の第三ステップ。めっちゃ腹筋きついでしょ。これ腹筋きついけど三頭筋弱かったらできなくないですか？しょうがない、強い人やってもらいますなるほどね。なんで三頭筋、肘を曲げなきゃいけないかっていうと、はい、伸ばすとここが動かないからなんだよね。肘を伸ばすとここが動かない。そう、要は腹筋ってここについてるの。ここがこうやって動かなきゃいけない。ああで、この時に肘曲げてこうやってつけてみて、はい、でこうやってやってみて動くじゃん。でもこれをこうやっちゃうと動かない。なるほど。でここにつける意識が
やっぱりここの胸郭を上げたり下げたりする、はい、あ、上げてやらないと腹筋はキープしてるだけで動いてない、動いてるこの関節だから、はい、肘を曲げると連動してここもつられて動くから腹筋が、はい、ちょっとそれ意識でやってみ、はい、じゃあまあつける意識、そう、おでこをバーにつける感じ、うん、でなるべくおでこからバーを離さずにやると腹筋がつられるんですよ。あ、確かにこれはちょっとイメージ変わったかも、うん、でそのことによって腰への負担だとか、はい、肩への負担とかも軽減する。肩に負担くるって腹筋で言ったら全く負荷が乗っちゃってることになるんです。そうですよ、ね、殺しちゃった方がいいんですよ。それを殺すためにはおでこから手の距離を狭くしてあげる。こうしてあげることによってここの出力を減らしてここだけにまた集中。それでこの次はもうあるんですか。この次はある、もう達人レベルというか一番腹筋に効くアブローラー。イージーバーじゃないとダメですか。イージーバーの方がやりやすい。なんでかというとストレートバーだと肘が痛くなっちゃう。イージーバーっていうのは肘への負担を軽減される角度になってる。これ何がいいかっていうと一番最初に説明したプランクの基礎、はい、頭の方が上がってた方がケツが上げられて腹筋に負荷くるんですよ。これを応援することになるんです。そういうことですね。だから実はみんな足上げてアブローラやってるって言うんですけど、あれ足の負担が強くなっちゃって上半身上げるとこの腹筋が辛くなって足を上げてるんだから、はい、本当はみんな結構逆向きやってる。へー、アブローラ確かに。でも足上げてやるとここめっちゃきつい。そうそうそう、そっちが水平になっちゃう。さっきの応用で言うとここでケツをしっかり上げておく、はい、でケツをなるべく下ろさないでさっきの肘、はい、曲げる、こういうことになります。なんか新しい形が、膝と肘を曲げながら下ろす。そう、そう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 、そう。あ、でもこれだったら三頭筋あんま来ないでしょ。だ最終的にここまで来るといいかな。これだとめっちゃいいわ。そう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 、そうすると足も痛くなく腹筋だけきついっていう。これめっちゃきついわ。これやってほしいかも。これやると俺もずっとアブローラー8年ぐらいほぼ毎日やってんだけど、はい、これやったら初期の痛みがまた出てきて、最近まためっちゃ痛いんだよね。ここまでたどり着かないといけないですね。そう、ここまで行けば多分今の説明のつじつまが僕もなんか腑に落ちる。そうですね、そう、はい、ステップ3ぐらい止まっちゃうとあれみたいな、三頭筋が一番きついよってなっちゃうけど、ここで繋げたいって感じ。そうそうそう、おお、うまいうまいうまい、さすが体操やってるだけあってちょっと前見た方がいいな。そう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 、そう、そうするともっと胸郭が胸郭痛い。腹筋ってね、これしか動いてない。今日じゃあ手だから前からそこの距離はいらない前なんですよ。ぜひじゃあ皆さんね、ジムで、そうですね、足がコロコロしてる人増えてるかもしれないですけど、そうですね、まあやっぱりまずは試してもらわないと分かんないこといっぱいある、はい、確かに確かに。ということでありがとうございました、はいはい、今回は腹筋ということで、はい、僕もね最近腹筋のコンテンツ出してないし、はい、まあアブローラーってまあ、過去からもうずっと人気の種目だと思うんですけど、やっぱりね、腰痛めたりとかなかなかこううまくできないっていう方が多かったんで、まあ、僕もねそれを見直してアブローラまた取り入れていけたらなと思います、はい、まあくまで参考程度に、はい、するような内容ですので、はい、絶対に効くとは限らないんで、はい、そこはご了承ください。はい、はい、アドミさんのジムまた概要欄の方に載せておくんで、はい、ぜひ、ね、皆さん、はい、それではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう、はい、ありがとうございます。